どうも、ウェルカムプランツこと翔平です。本題へ行く前にいつもの一生のお願いがございます。画面下にあります高評価ボタンを押していただきたいです。こちらを押していただきましたら、僕が見ている YouTube のチャンネル名を発表したいと思います。それではいきます。3、2、1、ポチッとですね、僕が見ている YouTube のチャンネルなんですけど、まず T プランツラボ、そして多肉ブラザーズさん、車のレビューでおなじみのうな丼、そしてカーウォーの日本語版、イギリスのマットさんのですね、あとためにならない、これ分かる方は分かると思います、ためにならないとアズパカさん、あとエアガンのレビューでおなじみマック酒井さん。 YouTube やっててチャンネル登録もお願いしますお願いしますって言っておきながら、僕ほとんどチャンネル登録もしてないですし、 YouTube 自体もあんまり見てないです。特に植物系の YouTube をほとんど見ないようにしてまして、というのもインスパイアされやすい人間なんじゃないかと思ってるんで、他の方の動画を見ちゃうとこういうやり方があるんだっていう風にかなり吸収しちゃう。本来それいいことだと思うんですけど、自分は自分なりのやり方を貫きたいので、なるべく園芸店さんとか他のドライガーデン、いろんな草系 YouTuber の方の動画はほぼほぼ見てない。絶対見た方がいいんだろうなと思いつつね、なかなかまあ見る時間もなくて、結局編集にいつも追われてるんで、なかなか YouTube 見れないんですけども、僕が見てる YouTube の登録チャンネルは以上かなっていうとこです。ここからが本題なんですけども、先週4日間お休みをいただきました。ウェルカムが1年間で唯一の4連休じゃないかな。子供が生まれてから初めて2泊3日の旅行に行ってきました。まず初日、伊豆にあるシャボテン公園に行きまして、一気に千葉まで移動してホームセンターを巡って、2日目はディズニーランドに行ってきました。20年ぶりぐらいかな、修学旅行以来のディズニーランドに行って、3日目は千葉で有名なね、マボさんのところにお邪魔してきました。マボさんのところに行った後は一気に埼玉まで行きまして、嫁の接待で宇宙一のクレーンゲームがある、まあ、とってき屋っていうんですか、お店に行ってきたのと、島村園芸さんに足を踏み入れてまいりました。それぞれ YouTube ネタとして、まあ、撮らせていただいたんですけども、今回紹介しますのは関東で有名なジョイフルホンダに行ってきました。いつもいろんな人のインスタとかを見てると、ジョイホンに行って赤べ買ってきたとか、ジョイホンで赤べフェスやってる、これは行きたいなってずっと思ってました。なかなか行く機会がないんですけど、今回東京方面に行く機会ができたので、果たしてアガベはあるのか安いのか、東海地方に住んでる人が気になる点を探ってみました。それではどうぞ。まず最初にやってきましたのはジョイフルホンダ千葉店です。本当はね、もっと明るい時間に到着予定だったんですけども、やっぱり小さい子供がいると旅行めちゃくちゃ予定外のこと増えますね。はい、入り口にね、ロストラータとかいろいろあったんですが、あれ、思ったよりアガベが見当たらないです。奥の方に行ったら、お、これはありました、アガベたち。地植え系がメインですね。東海地方ではあまり見たことのない健やかアガベというタグがついておりました。どこのナーセリーさんなんでしょうね、ちょっと気になっちゃいました。品種としてはサルミアナフェロックスだったり、地植え系がほとんどって感じですかね。斑入りとかは特になかったです。場所が場所だけに全体的に少し徒長はしちゃってるかな。ここは屋根がある場所だったんで日が当たらないと思うんで、
結構徒長はしていました。まあ、これもホームセンターあるのかな。ここだけじゃないんじゃない、案外店内とかにもある可能性もあったりするんで、今一度店内の方もチェックしてみましょう。書いてあるじゃない、種類が豊富、アガベ。ほほほほほほ、どれどれ、アガベはどこか、アガベ、アガベ、アガベ、あれないっすね。上にアガベという文字があったんですけども、大型の観葉植物がメインですね。おそらくここに置いてあった時があったんでしょう、アガベが。今はアガベなかったです。というわけでジョイフルホンダ千葉店はアガベは先ほどの外にあったものだけでございました。さすがにね、このままでは帰れないってことで、千葉店から車で30分ぐらい北上したジョイフルホンダ八千代店に着きました。これもう7時までだったんです。 Google マップで8時閉店って書いてあったんですけどもね、10分前に到着して急いで見てます。こちらの店舗の方がガーデンセンターという名前がついていただけに、アガベ結構ありました。地植え系メインで、これまたねあまり見たことないタグもあったり、大きいのが多かったですね。チュリベマタペンシスとか、やっぱりフェロックスとかで、奥の方にもありました。こうやって見ると東海地方のホームセンターよりもアガベはたくさんありますね。ただね、ここねめっちゃ暗かったです。閉店間際で電気が消えているのか何なのか、外に置いてあったんですけども、風が強い場所だったのか、わりかし傷んでましたね。まあ、これはもうジョイフルホンダとか関係なく、外にあったらね、この時期どんなアガベでも痛みは出やすいですからね、しょうがないんですけども、いろいろある中でやっぱり気になったのがこれ、メリクロントライエムファントって書いてあるんですけど、おそらくパラサナですよね。パラサナのトライエムファント、いわゆるパラサナのグローブだと思うんです。でもパラサナっていう文字はなく、2000円ちょっと安いような気もしたんですけども、パラサナとしてはまああまり形が整っていないので今回は見送りました。ということで、東海地方のみんなが気になるジョイフルホンダ行ってきたんですが、アガベがあまりなくて、ホームセンター建物自体も思ったより規模が大きくなくて、これはどういうことなんだろうなと思って、旅行3日目に千葉在住のマボさんにお会いしたんで、その時にジョイホンの千葉店と八千代店に行ってきたんですけど、アガベの種類って普段からあんなもんなんですかねって聞きましたらば、そもそもその2店舗がジョイホンの中では小さい方らしいんですね。僕が行ったところがどうもいわゆる普通のジョイフルホンダらしくて、メガストア、なんか大きいジョイホンがあるらしい、そっちに行ったら違ったかもしれないし、そもそもアガベフェアとかそういうのやってる時じゃないとめちゃくちゃ置いてるわけじゃないっておっしゃってました。と考えたら普通にシーズンオフなんですよね。この時期アガベがめちゃくちゃ売れる時期ではないはずですし、どうしてもディズニーを中心に動いてたんで他のお店に行けなかったんですけども、アガベフェアがやってる時の、まあ、群馬とか茨城とかそっちのお店だったら多分すごいんじゃないかっていうお話でした。まあ、これはね僕のリサーチ不足もありましたし、ジョイフルホンダがメインじゃなかったんで、まあ、言い訳ばっかりで申し訳ないんですけども、それでも東海地方のホームセンターと思うとアガベはしっかりありました。一番最初に行った千葉店ですら、この辺のホームセンターにあれだけの数があるかって言ったらないですし、2番目に行った八千代店っていうところも大きかったんで、やっぱりそこはアガベの数に関してはかなりあった方なんじゃないかなって、勝手なねこちらの先入観もあってイメージもあって、ああこんなもんなんだって思っちゃったんですけども、まあ、冷静に考えたら東海地方のホームセンターよりは断然アガベがありました。 4,5 年ぶりに関東に行ったんですけども、まあ、行って行けない距離じゃないなって、全然行けるんだなと思ったんで、
もっとね子供が大きくなって手が空いたら一人でフラフラっとジョイホン巡りとかしたいなと思いました。今度はアガベフェアとかやってる時にお邪魔できたらいいなと思います。でこのまま終わっちゃうとなんか寂しいので、せっかく行ったディズニーランドで撮ってきたサボテンやユッカ、アガベたちを紹介したいと思います。有名なねビッグサンダーマウンテンの前にあるこの群生の鬼面閣柱サボテン、えぐいっすね。高さもさることながら、なんといってもこの本数、ここにいるスズメは毎日見えるんだよな、羨ましい。そして隣にはまたまた有名なブラヘアアルマータですよね。こんなに見き上がりしてるブラヘア、日本で見えるところ少なそう。ロストもめっちゃまっすぐで背高いっす。ビッグサンダーマウンテンのこのオレンジの岩肌にロストとかブラヘアのブルーシルバーの歯がめっちゃ似合いますね。裏のトイレのところにもロストが2本ありました。アガベはないのかなって目を凝らしていましたら、入り口ですね、ビッグサンダーマウンテンの入り口のこの蒸気機関車っぽいものの裏にアメリカーナらしきものがありました。うちの子もねアメリカーナにね大興奮してました。嘘です。アメリカーナの隣にも柱サボテン、なんかすごい状況になってる。これも作り物ではなく本物だと思うんですけどね。ビッグサンダーマウンテンのゾーンにまだまだありました。ユッカもしくはネギ、そしてその奥にうちわサボテン。パーク全体的にやっぱりヤシはめちゃくちゃあるんですけども、ロストやアガベ、ユッカ系はここだけでした。以上です。あとですね、自分のお土産用にこんなものを買いました。どちらもトマトスープをモチーフにした、これね容器を使おうと思って買ったんです。まずねこちらマグカップっすね。トマトスープって書いてあるだけで、まあディズニー感が弱いのであえて買いました。どうするかなんとなく想像ついてる方もいますよね。これね穴開けて、そこに穴開けて鉢にしてやろうと思ってます。でさらにこちらスナックって書いてあります。こっちはねお菓子が入ってます。これもお菓子出しちゃってそこに穴開けて、まあ、鉢にしてやろうっていう、その考えしかいつもないんですよ。派手鉢にしてやろうっていう。ちょっと気になるのがね、こっちのお菓子、カンカンとお菓子で、まあ、1,500円、この大きさで結構安いなと思ったんですよ。でさらにこちらのマグカップも1,500円なんですよね。お菓子ついてる方が大きくて安いってことかな。まあサイズは違えど値段が一緒なんで、こっちの方が実質安いような、まあ陶器なんでねしょうがないんですけど、まあ、これを派手鉢にしてやろうかなと、なんかチタノタを入れて、そんな計画をしております。ジンマシンが出ても知りません。ビッグサンダーマウンテンの柱サボテンとブラヘアアルマータはある意味園芸好きにとってはもうこすられまくってるところだと思うんで、まあ改めてね撮ることはないんじゃないかと思ったんですけど、久しぶりにディズニーに行ってまさか植物をねこんなに見るなんて思わなかったです。別の視点でテーマパークが楽しめるようになって、それはそれで面白いんだけども、まあ周りから見たらホラーなんじゃないかな。あいつミッキーじゃなくてサボテン撮ってるよ。でも気持ちわかりますよね。この動画が面白いなと思ってくださった皆様、よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。以上ウェルカムでした。